ご覧いただきありがとうございます。賃貸のまさきです。本日は木津川市加茂町にございます 2LDK マンションのヒルトップテラスにお邪魔しております。で早速ですね、こちらのゆったりとしたリビングスペースからご紹介いたします。こちらリビングの方ですね、エアコンの方があらかじめ備え付けになっております。ただですね、こちらの方からバルコニーに出ていただけまして、ね、ゆったりとしたバルコニーとなっております。本日ですね、電気の回線がストップしていますため、一部暗いところがございますが、ご了承ください。で、こちら、リビング横のですね、洋室部分となっております。こちらにはね、壁一面の収納スペースがございますね。ハンガーパイプや棚がついておりますので、入れるものに応じてね、使い分けしていただけます。で、こちら、キッチンスペースとなっております。二口のガスコンロを備え付けていただいております。かなりね、シンクでしたり、調理スペースがね、ゆったりとしております。カウンターキッチンですので、このような形でリビングでしたり、洋室の方まで見渡せます。またこちらですね、モニター付きのインターホンも備え付けとなっております。で、キッチンの横の方ですね、ちょっとした、こういった収納スペースがあるのが嬉しいポイントですね。で、こちら、廊下の方に出まして、左手ですね、二つ目の洋室のお部屋となっております。こちらの方にもね、なんとエアコンが1台備え付けになっております。で、こちらの方にも収納スペースがこのようにございますね。で、こちらの方に水回りがございまして、ちょっとね、暗いですが、こちら、ウォシュレット付きのお手洗いと、でこちらの方がですね、洗面スペースと浴室となっております。で、玄関の方もね、非常にゆったりとしてまして、上下にね、分かれたシューズボックスがございます。非常にね、ゆったりとした内装となってますので、新婚さんでしたり、カップルの方、またファミリーの方にもね、お勧めできる物件となっております。詳しい情報につきましては、賃貸のまさきホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。